2024年1月21日、広島瀬戸新聞ニュース号外で、ございます。1週間また始まります。広島市駅ね、本日ね、行われますんでね、本当ね、あれですよね、まあね、久しぶりのね、通常開催ということになりますけれどもね、まあ特にね、今年はね、やっぱり石川県、ね、まあ北陸の被災地の代表、本当ね、頑張ってほしいなという、まあご健闘ね、お祈りしたいなという思いね、強くね、あります。もちろんね、地元ね、広島ね、頑張ってほしいんだけど、やっぱりね、被災地のね、皆さんもね、頑張ってほしいなと思っております。まあ自粛っていうのはね、あんまり私はね、好みではなくて、まあそのちゃんとね、また被災地以外でちゃんとね、経済活動を、ね、やるということもね、また被災地の復興につながっていくと思いますんでね、ぜひね、それはね、過剰なね、自粛というのはね、私はね、ちょっとね、好みじゃないのかなというふうにはね、思いますけどね、あとなんかね、特に、ね、出動ね、された方がね、実際でね、被災地に派遣された方がね、まあ、金沢でね、いっぱい遊んできますって書いてありましたけどね、まあいいことなんじゃないのかなって思ったりしましたよね。そしてね、また、ね、まあそういうことです。そしてね、ガザ大虐殺、パレスチナの大虐殺、昨日もね、たくさんの方が亡くなられました。24,927人ということでね、一方でね、非常にね、中東全体がね、緊張が高まっているという状況もありますんでね、本当心配です。本当一刻も早いね、停戦というか、もうこれはね、一方的な戦争というより虐殺ですよね。これはね、やめさせてほしいということをね、思い次第でございます。そしてね、まあ、非正規公務員の問題、本当年度末にね、かけてね、非常に、また深刻なね、状況に、ね、なっておりますんでね、ぜひね、これはね、やっぱりその、しっかりね、やっていかにはね、いかんというふうにね、思い次第でございます。ハラスメントひどいですよ。やっぱりね、結局3年で雇い止めということをね、まあ、もう今ね、そういうことはね、ないというふうに、ね、総務省通知してるんですけど、やっぱりまだまだそういう運用して自治体もある、そういう中でね、結局、そういうことをね、背景にね、ハラスメントしてくるとかね、下手したらね、もうセクハラですよね、露骨なね、そういうことまで要求するね、正規職員もいるっていう状況。それからもう一つはね、じゃあということでね、非正規の当事者がね、労働組合もね、役に立たないからということでね、厚生労働省に訴えたらね、今度はね、労働組合を飛び越えてね、やると何事だみたいなね、言われたっていうのもあったね。じゃあ今までね、やらないでおいて何をしとったんやって。いや、もちろんちゃんとやってる組合もあるんだけどね、やってない組合もあると。まあそういう中でね、ちゃんとやらんとは何事だみたいなことをね、言われたと。これまあ非常に深刻なね、話だというふうに、ね、僕はね、思います。それでね、来週、今週だ。来週じゃね、もう今週だよ。伊方原発の広島裁判ね。原告最終尋問がね、あります。それからね、牛、それからね、後ろこいつ、先生のね、まあ、問題、労災認定の裁判の、ね、控訴審判決がね、1月24日ね、ございますんでね、ぜひね、こちらの方もね、ぜひ
ご注目をね、いただければというふうに、ね、思う次第でございます。それからまあね、1月26日ね、通常国会も開会しますんでね、全国ね、各地でね、岸田政権のね、抗議行動というのもね、行われます。まあ、広島でもね、うん、原爆ドーム前の方でもね、行われるそうです。まあ、1月27日、山田で座り込みなどね、原爆慰霊碑前で行われます。これはね、ネバダのね、核実験場がね、最初にね、あれされたとき、稼働し始めた、今が1月27日ということでね、1951年1月27日ということでね、まあ、それに対してね、1984年かな、その頃からね、抗議の、ね、座り込みに、ね、するようになってね、先住民たちが。まあ、国際連帯デーということでね、されているところであります。それではね、皆さんね、本日もね、最後までね、ご清聴ね、ご協力ね、ありがとうございました。それではね、失礼いたします。まあ、今日もね、私仕事なんでね、参ります。失礼いたします。